テキサス老学校は、テキサス州オースティンにある州立の聴覚障害児向けの小中学校である。1857年に、古い木造家屋、三つの丸太小屋、および燻製場で開校した、テキサスで最も古い継続的に運営されている公立学校である。学校は、南北戦争中の不十分な資金とその余波に苦しみ、生徒たちは、学校の農場で、 自分たちで育てた食べ物を食べました。1951年、州教育委員会が学校の監督を引き継いだ。テキサス州議会は、1856年、テキサス労子教育研究所を設置した。これには、新しい研究所を管理するテキサス州知事から、任命された5人の理事会が運営にあたった。当初、老学校の校長は、理事会によって任命された。 学校は翌年の1月に開校し、現在のキャンパスに開校された。1857年の夏までに11人の生徒が在籍し、1870年頃には13人になった。南北戦争中は中、学校が教員の給料を支払うことができなかったため、教師と生徒は自分たちを支えるためにウールの服を作り、自給自足のため農業も行っていた。 1868年頃、学校はテキサスロー障害者学校と改名した。その頃、誰が校長を任命するかに関する法律が変更された。当時、テキサス州知事が直接監督を任命する権限を持っていた。1871年に名前はテキサスロー障害者学校に変更された。1876年に TSD に 州の印刷所が設立された。学校の名前は1877年頃に再びテキサスロー障害者保護施設に変更された。もともと TSD は白人の生徒にのみ教育サービスを提供し白人の教師のみがいた。黒人の学生は1887年に設立されたテキサス盲学校、聴覚障害者学校、孤児学校に通っていた。 その結果、二つの学校は異なる手話方言を開発することになってしまった。学校のロー資格重複障害部門は1900年に新設された。学校は1911年の間に現在の名前になった。テキサス州管理委員会は1919 19年にテキサスロー学校の管理運営を担当するようになった。 1919年はこの委員会が誕生した年である。学校は1923年にはアメリカ合衆国で2番目に大きい老学校にまで成長した。1939年、老、毛の重複障害の子はテキサス毛学校に移された。1940年代の半ばには450人の生徒が在籍していた。テキサスロー学校は 1945年に、現在の名前で、テキサス州立病院及び特殊学校の理事会の権限下に置かれることになった。1951年、テキサス教育庁は TSD の管轄権を取得した。1965年に、黒人の学校と白人の学校が合併し、翌年には、学生団体が統合された。学校は、 白人の教師とそれよりやや少ない黒人の教師を止めたが止まった黒人の教師のうち大多数は2年以内に学校を辞めた。複合障害の老の生徒の部門とテキサス老学校と合体した幼児及び小学校のプログラムは TSD の東キャンパスとなった旧黒人学校に移転した。白人の学生が使用する手話は校内では 黒人の学生が使用する手話よりもやや優勢になった。1979年、テキサス州議会は学校の責任を独立した取締役会に移した。理事会のメンバーには、老者、ろ者の両親、老者セクターの専門家が含まれている。理事会のメンバーの51%は、聴覚障害者である必要がある。学校は1981年に、 州の機関になり、独立した学区としての指定も受けた。サウスコングレス沿いにある、この学校の67.5エーカーのキャンパスは、オースティンに本社を置く会社である、バーンズアーキテクツによって設計され、45万8000平方フィート、6500万ドルの規模がある。キャンパスを構築するための費用は、1989年に支払い済みである。バーンズは、 このキャンパスの設計で1999年に賞を受賞した。以前の建物は1955年に建設され、その年にいくつかの古い建物が取り壊された。空港を通り沿いにあるかつての黒人道学校は1965年に TSD イーストキャンパスになった。テキサス州は1961年に150万ドルで、以前は モントポリスドライブインシアターが占めていた11の建物を敷地内に建設した。これらの建物の収容人数は1208人である。2000から2001学年度の後、TSD はこの物件をオースティン市に売却し、2つのキャンパスが統合された。ありがとうございます。